僕が写真を始めるきっかけはですね、高等学校3年生だったかな。英語の勉強のためにね、英語の会話の勉強だね、のために僕の、友人のお兄さんが勤めていたアメリカ軍の兵舎、練馬区にあるグラントハイツっていうんですけどね、そこへ行きますとね、アメリカの子供たちがいっぱいいるしね、大人も子供も一緒なんですけどね、そういうところへ行ってですね、僕の英語の教科書をね、ポンと出してね、これ読んでくれないかなんつってね、ずうずうしくもやったの。そういうことの、あれですね、連続ですね。で、日曜日に「せっかくだからね、写真を撮ろうか」なんて言ってね、僕の父親のカメラを借りて持って行って撮った写真の1枚がこれなんですよ、ポーディションなのね。で、どういうカメラかというとね、名刺版のカメラですけど、このぐらい大きなね、箱型の重いカメラなんですよ。で、それをね、手で持ってね、こう撮るなんていうことはね、できない、一眼レフですけども、それを芝生の上にね、ポーンと置いてね、そしてそれ動きませんからね、そしてこう撮れば全然いいでしょ。で、アメリカの可愛い子供たちはね、金髪の子供いればね、いろんな子供がね、珍しいから来るんですよ。で、そこにね、ちゃんとこう座らせてね、ちょっとふうなんですね、僕のカメラを覗いてる、そこへ僕がカメラをじーっと持ってってね、それでパチッと撮るってね。で、なんだかんだって言ってね、アメリカの、子供なんかをね、相手にしてますから、こっち高校生ですけども、学校で習った英語の何分の1かを覚えてればですね、その言葉になろうがならないの関係ないみたいなもんなんですね。で、やってるうちにですね、子供は可愛いもんだからね、ポンと撮って、もうフィルム1本丸ごと撮りましたね。それで家に帰ってきて、で、父親の、押し入れの暗室に入って、でこれ僕は自分で現像したんですよ。現像を教えてもらっていましたからね。そうだけどね、早く見たいもんだからね、普通のね、標準時間より早めにね、上げちゃったんですね、現像を。現像を上げて定着液に入れてね、それで見たら、ね、薄いんですよ。で、まあこのぐらいなら、まあでもまあ大丈夫だろうなんて父親言ってくれたからね、安心したんですけど、その中の1枚がこれなんで、そのカメラはですね、フィルムの周りにね、この光が入るからね、黒くなんですけども、この写真はたまたまですね、フィルム全体の中でこのくらいなんですけども、周りはね、光が入ってるんですけど、ここだけ光が入ってなかったんです。だからこれはね、完全にちゃんと撮れておりますでしょ。幸運ですね。だ、幸運続きなんですよ。で、その時に第1回富士フォトコンテストというのがね、あって、で、僕はよく現像を頼みに行ってたね、カメラ屋さんにそれがね、入りましてね、学生の部っていうのがあったの。で、高校生も学生ですから、で、高校へどうしてみなーなんつってさ、引き延ばししてもらったらすごくいいじゃないですか。で、出してみたんですよ。そしたら東京神奈川地区一等賞なんだ。ネガを送れて。で、ネガを送ったんで、しばらくしたらね、全国一等賞。これ気が狂いましたね。へえと思って。で、東京神奈川地区一等賞で5,000円もらったのね。高校生です。昭和25年、1950年ですからね、5,000円でも大変でしょ。それがね、全国一等賞ですから5万円ですから、足せば5万5,000円じゃないですか。それはお前、そんな金お前子供が持っちゃってしょうがないから、俺が預かっててやるって父親が預かってくれましたけども、それで写真に狂ったんですね。もう全部写真ですよ。で、うちに父親がね、フィルムなんかいろいろ置いてましたから、でそれを借りてさ、撮ってるうちに写真狂になって、で写真のための勉強しようっていう気になって、で、いろいろ話聞いたらば、東京写真大学っていうところがありますよ。で、それで、そうそう、僕は
カメラクラブに入っていて、カメラクラブの教えてる先生が田村栄先生って言うんですけど、それが私が卒業した学校だからいい学校ですよなんて、じゃあそこへ入りますなんてさ、それで入ったんですね。それで勉強した。だから、まあ、気が狂うっていうことは悪いことではないなと思ってますから、なかなか気が狂うようなことに出会わないけどね、まあいろんな意味でですね、僕は写真に関心を持ったということは、もう今日僕は写真家としてね、まあ、やっていくきっかけがこれですね。17歳です。